オン、ソア、ハンバシラ、サラバトラマ、ソア、ハンバシラ。オン、タケルト、ハンバシラ。オン、マゾーグ、ハンバシラ。オン、ファンドボール、ハンバシラ。オン、アニチ、バリシエ、ソアク。オン、マザリ、ハラジ、ハッタヤ、ソアク。3歳から忍術を修行している八重サスケです。よろしくお願いいたします。Hey guys, welcome back. So today we're going to interview the most aspiring young ninja in Japan, Mr. Sasuke. Yeah, and I heard that his skills are so good that he even taught some ninja moves to Keanu Reeves when he was preparing for the movie John Wick. I heard about that. And in fact, he's going to teach us some essential ninja moves.Wow, I can't wait. So let's go meet him.武術というものは武術総合したものになりますので、いろんなものを稽古するんですけども、例えば体術、あるいは剣術、先ほどお見せした手裏剣術なんかでもそうですし、あと弓を稽古したり、いろいろなものを稽古しています。その武術とは別に忍術っていうのは生き残るための術がこういろいろこう組み合わさってくると、はい、そうですね、まあ、いわゆるサバイバル術なので、例えばロープワークで、まあ、昔の脱出方法みたいなものを稽古したりですね、例えば、まあ、木に登るときにどうやって登るかとか、あるいは方角を知るときにどうやって方角を探るかとか、そういったいろんなサバイバル術を学んでいくということになります。例えば、まあ、今いるようなこう、はい、森の中とかで、はい、どうやって過ごすかみたいなところも、そうですね、もうそこも含まれていきますね。やっぱりそこから生き延びて情報を持って帰るっていうのが本来の忍者の仕事なので、なので、まあ、敵に見つからないようにどうやって隠れるか、あるいは雨が例えばこの状況で降ってきた時にどうやってそこで過ごすかとか、まあ、そういったサバイバル術になりますね。一番は今の時代でいうと考え方が、私はどちらかというとこう皆さんに活用していただきたいなと思っていまして、はい、やっぱり固定概念がどうしても強い方々が日本では多いんじゃないかなと思っていて、忍者は自由な発想を持っていないと生きていけないんですね。特にサバイバルなんてするときに、ここを乗り越えるときに習ったものはこれだからこれを使わないとっていう考えでは死んでしまうんですよ、そこで。なので自由な発想、自由な生き方っていう、その自由な観点をぜひ学んでいただきたいなと思っていて、でそこをぜひ知ってもらって、それを生活に活用していただけたらいいんじゃないかなと思っています。今はどういった活動をされてらっしゃるんですか？はい、私今はですね、いろんな人にこの忍者の文化を知っていただきたいので、なるべく硬くならないように裾野を広げるために、まあ、パフォーマンスを、中心に活動させていただいています。Okay, so we're going to just learn how to unsheathe this beast of a sword. So there's a few steps, right? First, push in. Push it up, okay. And put the light in. Grip, okay. First, over your head. Overhead. And open your chest. Open my chest. And bend your knees. Okay. And open your back like this. Whoa, it's like a workout, isn't it? Okay. Okay, breathe more. Okay.Okay. So many things to remember. Yeah. It looks so simple, doesn't it? Okay, let's try. Thank you. Okay. What was the first? Push up? Yeah, push up. Push up. Grab. Above the head. Wait. Chest and the back. And bend your knees. And my knees.Good. Nice. So good. Oh, so long. Yeah. Cool. That was tricky. It's so hard to balance. It's just so long. It's like it's the maximum length of your arm. It's just very difficult. ありがとうございます。手裏剣の
大会で優勝されたっていう話を聞いたんですけど、はいはい、それはどういったものなんですか？これは全国手裏剣打ち選手権大会っていうものが毎年伊賀で行われていまして、大体全国から400人以上の選手が、集って、まあ、予選があって、で最終的に本戦で伊賀であるんですけど、まあ手裏剣の精度を、まあ、決める大会ですね。どれだけ的に正確に当てれるかという、まあ、試合になります。私は去年2020年に行われた大会と、あとは、そのまた1年前の2019年に行われた大会で、まあ、2連覇ですね。じゃあ実際その手裏剣のこう投げ方について教えていただいてもいいですか？はい、はい。まあ、こちらのまず射剣から軽く説明していきます。はい。こちらの射剣はですね、まあ、このようにつまんで持つ形になるんですけど、うん、ボールを投げるというイメージよりは、剣、刀でまっすぐ上から切り下ろすっていうイメージを持って打つことがポイントになります。うん、Okay, so now I'm gonna try throwing a shuriken by myself. あ、いいですね。Not bad. At least I got the target. ちなみにこの2種類の手裏剣ってどういうふうに違うんですか？大きくはまずまあ見た目で分かる通り、形ですね。棒状か、あるいはこれ車剣、まあ、車剣と思うんですけど、うん、十字だったり、あるいは、これがまあ五角形になっていたり、いろいろ形があるんですけど、難しいのはやっぱこっちですね。棒手裏剣の方が難しいんですけど、そうなんですね。はい、こちらは回転をさせて打つ、うん、でこちらは回転を抑えて打つという違いがあります。ハリウッドで有名な、はい、キアヌ・リーブスさんに、はい、なんかこう忍者のアクションを教えられたっていうのを聞いたんですけど、はいはいはい、それは、まあ、私がもともと所属していた忍者の団体があって、まあ、そこからのオファーで私が、実際に行って指導したという形になるんですけど、はい、そこでは忍者の刀印あるいはくじ切りっていうものをまあ、指導させていただいて、いわゆる忍者が任務に行く前の儀式みたいなものになるんですけど、まあ、魔除けのお祓いみたいなものですね。やっぱりキアヌ・リーブスさん、日本の和のものがかなりお好きだということで、やっぱり忍者に対してはすごい興味津々で、まあ、指導している時もすごい、あ、そうやってやるんだっていういろいろ質問もあったりとかしたので、やっぱ興味持ってくださってるんだなっていうのがすごい嬉しかったです。映画の、まあ、なんていうんですかね、うまくこうみんなに認知されてたくさん見ていただけますようにみたいな、そういう念を込めてみんなでくじ切りをするっていうので、キアヌ・リーブスさんにくじ切りを指導させていただきました。最近世界でもラスト忍者として知られてる、はいはい、川上仁一先生っていらっしゃると思うんですけど、川上先生のことはご存知でいらっしゃいますか？もうもちろん、はい、知ってますし、まあ、今忍道チャンネルっていう、まあ、川上先生を主演とした海外の方々に向けて忍者を発信する YouTube チャンネルがありまして、そこで生徒役として出演させていただいてますので。あ、そうなんですね。はい、お世話になってます。あ、そうなんですね。いや、現代にまさに生き残っている忍びですね。そのものですね。やっぱりしっかり忍術を継承されてきてる方なので、ただ武術をやってきて忍者って言ってる方ではなくて、やはりそういう総合的なサバイバル術も含めてやっぱり継承されてるので、すごいなといつも思いますね。じゃあ佐助さんも、まあ、そういったその川上先生の、まあ、これまでのこうご経験とかからこう学ばれるところが結構大きい、ね。はい、そうですね。もっともっと多分学ぶべきことが多いと思うので、しっかりこれからもっと学んで、まあ、恥ぬようしっかりいろんな人に発信していきたいなと思ってます。なるほど。これまでそういったものを見られた方々の反応っていかがですか？やっぱり反響すごい大きくて、特に海外の方ですね。海外の方はやはり素直に評価してくださるので、だいたいすごい習いたいとか、2ヶ月後ぐらいからちょっとインスタを使ってオンラインレッスンをやっていこうかなと思ってまして、もう3、4人ぐらい生徒さんは
決まってるので、あとそこも頑張っていきたい。Yeah!